はい、2日連続でレオナチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。前日の UGFC の動画、結構いろんな人が見てくれて、なんかツイッターでつぶやいたら、鳥栖の小山選手も念よりツイートしてくれて、すごい嬉しいなと思った次第ですと。で、今日はラウンド16で、フェルボライチ対三菱は巣鴨の試合を見に行きました。まあ、やっぱり先日話した通り、ちょっとマッチクラブ同士の戦いっていうのはね、まあ、この大会で一つちょっと見たいものだったので、でフェルボール意外と見に行ったことがなかったんで、今回ねちょっと見に行こうと思ってました。まあ、選手で言うと、サンフレッチェの鮎川選手とか、あと今鳥栖U18の竹内選手なんですね。まあ、彼らをそれこそ18歳ぐらいの時、まあ、竹内選手は目に込んでみたのかな、いい選手だなと思って、まあ、定期的に輩出していく愛知のクラブなんですけども、まあ、ちょっとどうなるかなと。結構鹿島でも3-0で倒して強いっていう話を聞いていたので、で、まあ、巣鴨も伝統的にね、三菱昭和の巣鴨も伝統的に今強いチームですしね、以前動画に出てくれたイージー蓮見選手、選手じゃねえな、を輩出しているクラブです。まあ、いろんな OB たくさんいると思うんですけども、試合展開は、まあ、巣鴨がボールを持って後ろから動かそうとする中で、まあ、フェルボール愛知はかなりはめていく、そういう感じでした。で、結構前からのプレスがね、はまっていて、特にその中盤のラインのところで奪ってすぐにその9番の鈴木選手に渡してっていう攻撃、割とシンプルな攻撃がはまっていた感じですね。監督さんも結構その、まあ、丁寧で上手なチームだから、まあ、下がるのではなく前から行こうと。で、高い位置で守備から入ってシンプルに攻撃しようと。まあ、そういうことをおっしゃっていて、結構ハマってたんじゃないかなと思います。で、実際試合中にその洋和のチャンスらしいチャンスっていうのは後半1本あったんですけども、なかったかなと。じゃあだからといって、まあ、フェルボールにめちゃくちゃあったかっていうとそうでもなく、そういう意味では、まあ、堅実な試合っちゃ堅実な試合だったかもしれないですけど、でもやっぱりそこに緊張感があるっていう感じですね。グループリーグで1試合見て1-0のすごい硬い試合を見てたんですけども、それよりもやっぱりその突破がかかっている試合の緊張感っていうものがありました。まあ、その中で際立ったところというと、やっぱりそのフェルボールの中盤のプレスからの素早いボールで、この最前線にいる鈴木選手、鈴木大地選手っていうんですかね、彼のボールを収める力、後ろ向きになってきたボールを、まあ、多少ずれてもしっかり足元に収めて、で、2タッチ目ぐらいで次の、裏にパスを通したりサイドチェンジをしたり、そのキックの質も高いですし、まあ、1本ちょっと前半にね、裏抜けしたボール、ゴールキーパーの好セーブにやってダメだった、外れちゃったんですけども、そういったちょっと、まあ、ストライカーらしいところもできる、なかなか総合力があんだけ高い選手ってもあんまり、まあ、見ないですし、まあ、これはタレントだなという感じです。こう J クラブのスカウトさんも注目している存在なので、まあ、彼がどこ行くかなっていうのは非常に気になるところなんですけども、まあまあ、その試合展開で言うと、まあ、そういった数回ずつぐらいですかね、要はと愛知にフェルボール愛知にチャンスがあった中で、結果決めきれず、もうフェルボール愛知は最終ラインがしっかり守る、1対1のところをしっかり潰すっていう中盤のところで奪うっていうところができていて、要はで言うと、ゴールキーパーのニールセン大輝選手ですね、デンマークと日本のハーフということなんですけども、まあ、彼がやっぱ前半1本、その鈴木選手の1対1を止め、これ本当決定的なシーンだったんですけども、まあ、見事な好セーブをしたのと、後半にですね、まあ、フェルボール愛知の7番の浅野選手ですね、彼すごいボールフィーリングが良くて、特に右足のキック、パスだったりシュートだったり、すごいそこの正確なキックを持っている選手なんですけど、まあ、実際彼もすごいチャンスを作っていました。まあ、奪ってからすぐ、もう奪った瞬間にもう最適な、出しどころというのを見つけていて、それをしっかり通すっていうことができるような選手なんですけども、彼のすごい見事なフリーキックが1本あったんですけど、それを横飛びでセーブしてっていう感じで、あのキーパーはいいなっていうふうに思いましたね。今身長176センチなんですけども、高校行ってもうちょっと伸びて、それこそプロ注目の選手になるんじゃないかななんていうふうに考えています。ただ、あと、要は、なかなかその最後、シュートのところまで行けなかったんですけど、この10番の中村敬太選手ですね。彼は埼玉の ONC 川越数条公園っていう、まあ、ジュニアユースも結構強くなってきて、今 U15 の代表だと矢田龍之介選手とかが、はいね、を輩出しているようなチームなんですけど、多分これからどんどん、まあ、比較的若いチームに、まあ、地クラブになるのかな。埼玉は結構熊谷とかいる中で、ペレニアとかいる中では結構、
割と新しいチームなのかなっていう感じなんですけど、まあ、これからどんどんプロを輩出していくだろうというようなチームの出身ですね。この中村選手はやっぱりその足元のテクニック、引き技とか食いついてきたところを短いタッチでポンポンって剥がしていくとか、2人寄せてきたらそこの間のなんか丸声優とかでかわしていくとか、まあ、非常に遊び心があるテクニカルなタレントでした。あ、彼もね、ユースに上がると思うので、ちょっとここからどうなっていくか注目したいところですと、まあ、こういった選手たちが活躍している中で、最後0-0でね、終わり、PK 戦。で、PK 戦が結果4対2かな。はい、フェルボールは、あ、5対2か、5対 3? 5対3かな。フェルボールは全員成功させたんですけども、ヨーワワが2人ストップされたというところですね。で、このあのフェルボール愛知の磯村選手ですが、彼は身長が中3で183センチあるんで、まあ、結構大きいんですけども、まあ、こう試合中になかなかその好セーブのシーンっていうのはそのなかったんですよね。それこそヨーワのニールセン選手と比べると。で、やっぱその試合中にそのシュートストップで乗るっていう場面がなかったので、PK 戦になった時に、正直これ決定機2本止めてるニールセン君の方がね、分があるかな、要は勝つんじゃないかなって思ったら、磯野選手が2本止めたということで、本人にわざわざ聞いたら、PK 戦が得意で、PK ストップが自分の武器っていうふうに言ってたんですよ。で、それしっかり2つ止めるっていうね、示したので、いや、これ本物だなと思いました。まあ、彼もプロを目指していて、メニコに選ばれたいなんていうふうにも言ってたので、明日グランパスとやるんですけど、愛知大ダービーですね。これちょっと面白そうなんですけど、どれだけ活躍できるかちょっと見に行こうと思っています。で、最後にもう一人ですね、フェルボール愛知のキャプテンの松井イライジャー。これ下の名前なんていうのかな、ヒロトっていうのかな、あの選手。イライジャーっていうふうに呼ばれたんですけど、イライジャー君かな、ちょっとどことのハーフかとちょっと聞き忘れちゃったんですけども、センターバックの最終ラインの中心にいて1対1を攻めきる。あとはビルドアップのところは結構できて、クリアをそんなにしない。なんかその初めて谷口彰悟を見た時みたいな、なんかめちゃくちゃ褒めて次なんですけども、ヘディングとかでもしっかりなんか浮き球、ちょっとラフなボールが自分のところ来てもバンって蹴り返すんじゃなくて、まあ、横斜めにいる味方にしっかり渡すとか、足元でつなぐ時もね、しかも味方に丁寧なパスを出したりということで、うわ、めちゃくちゃいい選手だなと思ってきた。なんかもともと前目のポジションをやってた選手で、まあ、中学生になってからセンターバックになったと。まあ、攻撃が好きなセンターバックっていう感じですね。最後 PK キッカー5人目のところもしっかり決めきってあるんですけども、まあまあまあ、彼もおそらく J 株、いわゆる J リーグの育成組織 U18 に進むと思います。フェルボールだから、まあ、サンフレッチェとかトスとかそこのあたり行くんじゃないかなと勝手に予想してるんですけども、まあ、彼らを中心としたフェルボールライチがね、明日同県の、まあ、U であるグランパスにどれだけ立ち向かえるかっていうところ、まあ、冒頭話した通り、冒頭っていうか前の回か、話した通り、マジクラブが J クラブを倒せるかどうかっていうところ、なんかそれを見るのが面白いところもあるので、ちょっとフェルボールライチに期待しつつ、ただグランパスはやっぱり自分も取材して見てきたチームでもあるので、まあ、J の意地みたいなところを見せて、いい試合になればなと思っています。